勇敢な海の戦士に俺はなる。寂しい。メソメソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくればよかったんだ。うわ、野蛮人。最低。マリモ。わかったよ。好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。の、組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲！敵襲！綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に。モンキー D ルフィ、あなた私に何をしたか。おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった。なのにあなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もない。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞ。ルフィ！心配すんなって。こいつは悪いやつじゃねえから。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい、ぜははははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の道からねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は、一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に、目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって？なんでだ。おめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる流骨がひどく損傷している。そんな、じゃあ本当にもうゴーイングメリー号では二度と航海できないの？まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買ってけ。いや、乗り換える気はね。
俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。てめえそれでも一線の船長か。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわー。そういや、ウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃、水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この町の人たちも参加の準備をしてるみたいね。え、なんでそんなこと知ってるんだ。そんな話し声が聞こえたから。癖なの。子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたから。はあ、すげえな、ロビンは。お、あそこに本屋がある。寄っていいか。もちろん入りましょう。CP9 です。絶対に取り返す。これは俺たちの船。
船を修理する大事な金なんだ。返してもらうぞ。金の番すらできねえとは情けねえ奴がいたもんだな。おめえらよくやったぜ。こんだけありゃ念願のあれが手に入る。お金で買い物をしてくるぜ。楽しんだ。お金で返せ。その金はどうしても必要なんだ。残念ながら世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。ウソップ、息はあるか、チョッパ。死んじゃいない。大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家、吹き飛ばしてくるからよ。誰だ、てめえらは。あれは、麦わらのルフィ。あの貧弱長っぱな野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。
こっちから叩き潰してやる。うやっ、お、ちょっと待て、おめえら金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。もう喋ってくれるな、そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら骨も残らねえと思え。